オンラインリバースピッチの方、始めさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。はい。じゃあそれではちょっと早速始めさせていただければと思います。ソニーネットワークコミュニケーションズで、事業開発のところを、担当しております、中田と申します。本日はこのような機会をですね、いただきまして、皆様ありがとうございます。本日の、こちらのお時間というところはですね、まず簡単に、弊社 の, ご紹介をさせていただいた上で、今回クルーグロース様にご参加させていただいたというところの、まあ、狙いだったりとか、まあ、思いみたいなところをちょっとお話しさせていただければと思います。ちょっと説明のところでちょっと拙い説明になってしまうところもあるかもちょっと知れないんですけれども、皆様よろしくお願いいたします。はい。まず、こちら会社概要のご説明になります。私ども、ソニーネットワークコミュニケーションズ、株式会社はですね、ソニー株式会社が、持ち株 100% となっておりまして、ソニーグループの中で、ではですね、まあ、主に通信事業を中心に、展開しているような会社になっております。こちらに、記載させていただいているような、まあ、ISP 事業や、まあ、ニューロ事業みたいなところで、まあ、ニューロ光やソネット光といった通信サービスをご提供させていただいているというところなんですけれども、今の私が所属している、事業開発部というところはですね、ちょっと一番下のところにも記載させていただいているんですけれども、事業部をまたいだような事業部間をまたいだプロジェクトだったりとか、あとは今回のような、ソニーグループの、内外というところも含めた、新規事業の立ち上げというところをミッションとしているような部署になっております。でとちょっと続いてですね、今回、クルーグロース様に参加させていただいた取り組み背景になります。先ほど弊社の、事業内容としてもですね、ちょっとご説明させていただいた通りですね、弊社は創業以来皆様のインターネットライフを支えるというところを目、ミッションとして、通信インフラを、提供、させていただいておりましたというところで、でちょっと昨年の、2022年、からはですね、弊社としてのちょっとテーマとして、攻めの通信インフラとになるというところをテーマとしておりまして、昨年の、4月にはですね、Web3 の事業推進というところを、目的としまして、シンガポールに、子会社を設立するといったところの取り組みも行っているというところで、ございます。今回の、募集のちょっと、募集させていただいているプログラムというところでは、まあ、Web3 だったりとか、まあ、デジタルツインといったですね、新しい事業領域でのサービスを作っていきたいというところで思いを持っておりまして、と一緒にチャレンジしていただけるちょっとパートナー様を、見つけたいというところを、思っております。はい。でと続いて、今回実現したいテーマについて、ご紹介させていただきます。こちらについてはですね、募集ページに記載しているものと、ちょっと重複しているところもちょっと多くありますので、詳細については、募集ページをご参考にしていただければと思います。今回、テーマとしては、大きく、3つのテーマに、取り組みたいというふうに考えております。こちらですね、1つ目のテーマと、してはですね、 Web3× ソニー製品で、新しいエンターテイメントや、クリエーションの体験を創造というものになっております。ちょっとキーワードとして、書かせていただいているんですけれども、まあ、ソニーのエレクトロニック製品、まあ、テレビだったり、まあ、オーディオやマイク、ヘッドホン、VR 機器みたいな、といったところで、まあ、こういった、ソニーの、製品を活用して、Web3 領域で新しいサービスの、作っていくというところですね、での、まあ、ご提案だったりとか、アイデアみたいなところを、ちょっと今回、期待しているというところでございます。また、2つ目の、テーマとしては、まあ、Web3 NFT の技術を活用した、クリエイターやアーティスト支援の新サービス創造というものになっております。ソニーグループ全体として、エンターテインメント領域にも、取り組んでいるというところで、まあ、クリエイターや、アーティストの発掘やあとは、支援というところをちょっとテーマと、させていただいております。こちらですね、まあ、Web3 や、NFT の技術を活用するというところで、まあ、クリエイターやアーティストが適正な利益を受け取るというところで、まあまあ、クリエイター支援、クリエイター保護といったところだったりとか、あとはファンコミュニティの運営といったところですね、そういったところを、まあ、Web3 活用して、
やっていくというところのアイデアのご提案をぜひ、皆様からはいただきたいと思っております。3つ目の、テーマというところではですね、デジタルツイン×自宅というところを、テーマとした新サービスの創造というものに、なっております。弊社としてはですね、その通信事業というところで、ニューロ光というところをはじめとして、お客様の、ご自宅、ご家庭というところに通信インフラを、提供させていただいております。ところで、今回の、こちらの、3番目のテーマというところでは、そういったリソースというところもちょっと活用した上でですね、デジタルツインの技術を使って、自宅環境を、より快適に、より楽しく、過ごせるようなサービスを作っていきたいというふうに考えております。ちょっと取り組みたいテーマ例みたいなところでも書かせていただいているんですけれども、自宅環境の、スペースだ、スペースの、より最適化することができるような仕組みといったところだったり、あとは、自宅のリアルタイムデータを、収集することで、制御可能なロボットみたいなところだったりとか、あとは、リアルタイムで、遠隔のエンターテインメントを楽しめるようなサービスといったところで、より自宅で、自宅での生活が、より利便性も高くなって、でエンターテインメントの面でも、楽しんでいただけることができるというサービスを、想定しているというところで、ございます。今回はですね、こちらの、3つのテーマで、ちょっとぜひ皆様からのご提案をいただければと思っているというところでございます。はい、続いて、活用できるリソースというところになるんですけれども、今回の、こちらのパートではですね、ご一緒に、プロジェクトを伴走、していただくにあたってですね、ちょっとパートナー様に、ご活用いただけるリソースについて、大きく4つの観点からちょっとご説明、させていただきます。1つ目のところは、ですね、ソニーネットワークコミュニケーションズとしての、通信領域における知見や、顧客基盤というところになっております。弊社ではですね、ニューロ光や、ISP の事業以外にもですね、近年では、IoT や、AI といったところにも、ちょっと力を入れているというところもございまして、そういった弊社のリソースですね、知見や、あと、技術も含めてなんですけれども、そういうところも活用して、サービスの、事業競争や、拡大というところに、ご活用いただければと、思っております。続いて、2つ目のところなんですけれども、ソニーグループ全体の総合力というふうに、書かせていただいております。こちらですね、ソニーグループで、はですね、音楽や、映画といったところの、エンターテインメントの領域もそうですし、あとはテレビやカメラみたいなところのエレクトロニクス製品、で他にも金融の領域など、そういったところも含めて幅広く事業展開をしているというところでございます。今後ですね、先ほどの、挙げさせていただいたテーマというところの中で、プロジェクトを立ち上げていくというところ、事業を作っていくというところにあたってはですね、弊社の、ソニーネットワークコミュニケーションズ以外 の、 グループ各社も含めたコラボレーションというところもですね、ちょっと視野に入れ、させていただいておりますので、そういったそのグループ各社のリソースも含めて、ご活用いただければというふうに考えております。はい、で続いて、3つ目のところがですね、ソニーグループ全体の、販売チャンネルというところでございまして、今の2つ目のところで、ちょっとご説明させていただきました通りですね、幅広く事業領域を、展開しているというところで、法人と、個人も問わず、数多くの、現状のお客様に、リーチしているとおりますので、そういった販売チャンネルも活用してですね、ぜひ、事業競争につなげていただければと思っております。4つ目は、高速通信サービスの、ニューロ光というところでございます。こちらのニューロ光はですね、昨年契約件数が100万回線を超えるというところまで拡大してきております。こちらですね、まだデジタルツインの活用した自宅環境の変革というところではですね、こういったニューロ光の、そのサービス自体もそうですし、こちらの技術っていうところだったりもそうですし、すでにご契約いただいているお客様も含めた販売チャンネルというところも含めて、ぜひご活用いただければと思っております。
続いて、今回の、プログラムのですね、ちょっとスケジュールのところですね、ちょっと改めて、ちょっとテキストベースで恐縮なんですけれども、記載させていただいております。今回、エントリーの、受付期間としてはですね、本日が、23日になりますので、ちょっと今週金曜日までが、ちょっとエントリー受付期間というところで、残り短い期間になってしまうんですけれども、ちょっとぜひ、ちょっと本日ご応募、ご検討いただければと思っております。また最終選考の、ところとしてはですね、ゴールデンウィーク明けのところをちょっと予定しているというところですので、まあ、ちょっとそこから POC など含めてぜひご一緒に進めさせていただければと思っております。はい、最後に運営メンバーのご紹介になりますが、まあ、今回事業開発部のメンバーで、ちょっと進めさせていただくこちら の記載写真のところに載せている事業開発部のメンバーで進めさせていただきますので、ちょっとぜひ熱意あるご提案をいただければと思っております。すいません、ちょっと駆け足になってしまった部分もあるんですけれども、今回ちょっと私からのご説明は以上とさせていただければと思います。すいません、皆様ご清聴ありがとうございました。